もない。あ、でもない。あ、お会いしたことある。ヤッホー、くももん。ありがとうございます。お疲れさん。くももん、ゆっくり休みながら行こうか。ありがとうございます。よし、行こう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。あずさちゃんも春だね。あ、そうですか。うちらなんかもう冬の学校してんのに。ちょっと間違えたと思います。ねえ。ねえ。ありがとう。ありがとう。ええ、ゆっくりゆっくりどうも。うわ、ナショットナショットナショット、ドアップ。ドアップ。楽しかった。ドアップ。ドアップドアップ。あ、なんで、ね、ほらほら、もっともっとバック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 ほら。あ、よかよかろ。ちゃんと持ってきたわよ。宝ケーキ持ってきたわ。階段じゃないけん大丈夫。階段スロープだね。下に行くか、下に行くか。なんで片方に行くの、大丈夫。坂は得意とよ、この間のあの時も得意。笑える笑える。ということでですね、この場を借りて私たちの活動の方も簡単ではありますが説明させていただきたいと思います。私たちプロジェクトフェアチャチコンソーシアムという会はですね、熊本でできた、お米を餌とした飼料用米、こちらを熊本の牛や鳥にどんどん食べさせて、農家さんの方でですね、活動を協力していただいているというようなイベントを行っております。邪魔しよる。今日はお肉の方で J 菊池さんと卵の方で八つ橋卵、こちらを作っていただいている、J 菊池水上係長と、ナスファームの那須さんの方にですね、それぞれエコメリューと八つ橋卵について説明していただきたいと思います。それでは水上係長、皆さんこんにちは。JA 菊池で畜産の担当しています水上です。よろしくお願いいたします。私の方からですね、このエコメ牛、エコメくんというキャラクターなんですよ。こちらの説明をですね、させていただきます。エコメ牛はですね、名前の由来が、環境に優しいエコとお米を掛け合わせてですね、エコメ牛ということで付けられました。で、この牛ですね、エコメくんはお米を玄米にして約300キロ食べています。で、お茶碗にするとですね、約4000杯をですね、食べて育った牛です。まあ、それぐらい飼料用米、お米を食べていますので、非常にですね、肉の脂にですね、甘みがあって美味しい牛肉となっています。で、それからまた環境にいいということでですね、飼料用米を作るために、水田を使います。あ、食べよう食べよう、これで、まあ、水を食べよう食べよう食べよう、地下水の環境や、それからですね、牛の餌ってほとんど外国からの穀物の輸入なんですけれども、それをですね、地元のお米を使うことによってですね、 CO2 の削減にもつながっています。環境に優しい牛肉です。今日はですね、
フランクフルトの試食を出しておりますので、ぜひですね、皆さん食べてください食べてください、はい、それでは、私からは以上になります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ続いてですね、八つ橋たまごの説明の方をしていただきたいと思いますので、那須川の那須さん、すみません、お願いいたします。こんにちは、宇城市松葉瀬町で、たまごの生産をしております、那須川のと申します。じゃあよろしくお願いします。私たちは、八つ橋たまごという卵を生産しております。八つ橋たまごというのは、宮取さんはほと、飼料の中のほとんどはトウモロコシを食べてるんですが、そのトウモロコシの部分を全部お米に変えて食べています。なので八つ橋たまごという卵ができました。で、八つ橋たまごは宇城市の、契約農家さんにお米を作っていただいてまして、今熊本の宇城市で採れた新米をたくさん食べたニワトリさんの卵です。ぜひちょっと少し味わいも違いますので、今日お惣菜で八つ橋卵を使ったコロッケもありますので、皆さん一度食べてみてください。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。で、こちらですね、本日こういった形で今説明いただきましたエコメ牛と八つ橋卵を使ったお惣菜、こちらですね、今回作っていただいております亀ランチさんの方からもですね、こういったお惣菜の説明の方をしていただきたいと思いますので、亀ランチの亀社長、すいません、ご挨拶の方お願いいたします。はい、皆さんには日頃から大変お世話になっております、生協熊本惣菜部、亀ランチでございます。いつもご利用ありがとうございます。本日はですね、この八十八卵エコメ牛を使ったですね、お惣菜を取り揃えております。まずエコメカレー、エコメおにぎり、そしてまた、エコメの肉巻きおにぎり、八十八卵のコロッケ、メンチカツ、大根のあんかけ等々ですね、エコメ牛や八十八卵をふんだんに使って、お惣菜作らせていただいておりますので、ぜひ今日はですね、初めてのお惣菜もあると思いますので、皆様ご賞味いただいて、お買い求めいただきますと幸いでございます。本当日頃から大変お世話になりましてですね、この店内にも日頃からエコメ牛のコロッケとか大変、お世話になっておりまして、今日も明日も明後日も毎日ですね、コープ講師に通っていただくと幸いでございます。本当日頃からお世話になりまして誠にありがとうございます。亀社長ありがとうございました。ではですね、ただいまよりくまモンが来ていただいてますので、くまモン体操の方をしていただきたいと思いますので、すいませんけど、くまモンよろしくお願いしたいたします。神くまモンね、かっこいいお兄さんにはね厳しいのでね、もうすいません、ちょっとね改めましてご挨拶しようね、はい、ちょっともうちょっと横に行ってもらっていい、ちょっとお姉さんわがまま言いますけど、すいません、はい、今日はですね、あ、大丈夫あ、そっか、一覧になる、あらあらちょっと前で踊る、もうちょっと前でね、はい、改めまして皆さんこんにちは、こんにちは、はい、ありがとうございます。熊本サプライズ熊本隊隊長の熊本がですね、今日はですね、エコメ君とあと八つ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 卵ですね、八つ八つ卵とね応援にやってきたんですけれども、皆さんと一緒にですね元気いっぱい熊本体操を踊りたいなと思いますので、よかったら友達立ってもらっていいかな、立ってもらっていい、その場で立てるかな、キリッキリッです、キリッピシッと、うん、立って立ってね、エコメ君も言ってるね、立って立ってシーッとね、クマもね見てますけれども、うん、じゃあちょっとね、お友達と一緒に踊りたいなと思うので、サビの部分をね練習しようかな、はい、まずですね、片手をですね斜め前にシャキーンと上げますよ、せーの、シャキーン、そうです、お友達上手、上手だね、エコメ君も上手だよ、はい、うん、バッチリバッチリだね、で、熊本県においでということで、おいでおいでおいで3回します、せーの、おいでおいでおいで、 OK、 反対の手も
おいでおいでおいで、そうです、ですですですね。両手で手をぐるっと回します。ぐるっとぐるっと回して、早い、もう一回もう一回、せーの、ぐるっと、ほやーっとしかしてない。クマもクマも、ほらほら、エコメ君からのツッコミがね、もらえよるよ、クマも。ちゃんとやってよーって。あ、喧嘩しないでください、喧嘩しないでくださいね。はい。ぐるっとクマもいつもみたいにできるんです。せーの、ぐるっと、オッケー、回して、ないないー。ないないー。バーです。バー、男の人。びっくりした。ごめんね、もうクマモンね、ちょっと今日はね楽しくて舞い上がっております。クマモンもね、ちょっと続けていきますよ。でですね、あの熊本県にはですね、有名なお城があります。熊本城という有名なお城があるんですけど、頭の上で三角を作って熊本城を表します。あら、熊本城頭の上で三角です。上手、届いてないし、ね、ツッコミツッコミツッコミやってやってじゃなくて、クマモン、ちょっとやってやってって、エコメ君も、ほら笑いすぎ笑いすぎ、クマモン笑いすぎ笑いすぎ、ちょっとちょっと、あーあーちょっと、そこまで、クマモン、クマモン転げ落ちるほど笑いすぎ、ちょっとちょっとね、そこは笑うけどね、クマモンね、クマモン頭の上につくとね、ああちょっとその前に立ち上げてくれと、あこらで、クマモン肉が、ね、ちょっと笑いすぎてつこけちゃったけど、クマモン頭の上に三角できるかな。何を言ってるのか、僕を誰と思ってるのかと言ってますね。あらあらあら、大丈夫、みんな見てるよ、やってみようかな。あ、まずストレッチがいりますね。1212121212 1212 かわかりませんけれども、はい、準備も整えたようです。いきます。準備も整ったようです。はい、行きたいと思います。せーの、熊本城、わーって来ます。エコベ君もね、ほら、熊本、エコベ君、やりつこめつこめ、熊本もね、ちょっと頭の届きませんね。あらあら、もう喧嘩しない、喧嘩しない、喧嘩しないで、ちょっとやめてやめてやめて、熊本、熊本、ね、頭の上にちょっと熊本もね届きませんでしたね。あらあら、お、なになに、もう一回、あら、惜しかった、もう一回やってみようか。せーの、熊本城、三軒の方行きましたね、お口の方進みますので、皆さんね、頭の上でお願いします。はい、じゃあね、あと、よかったっていう可愛いポーズがあります。女の子にもぜひやっていただきたいです。顎の下でですね、お手手をグーにします。グーにします、グー、あ、可愛いね、お友達ね、上手上手です。あ、エコメ君も可愛い、可愛いね。で、あの、よかったっていう時にちょっと斜めを向きますね。で、お尻をプリって、よかった、せーの、よかった、よかった、エコメ君も可愛いですね。あ、クマモンじーっと見てますね、お友達ね、じーっとみんなしてくれてるかなってね、クマモンね、エコメ君もバッチリですよ。はい、なになに、なになに、大丈夫だった、可愛かった、はい、じゃあね、エコメ君もその調子でお願いします。はい、じゃあそろそろクマモンちょっとあの本番に行きたいなと思うんですけど、 OK ですか。 OK、 エコメ君も準備はいい、OK、 はい、では行きたいと思います。みんなもね、クマモンを見ながら踊っていただけると嬉しいです。はい、それでは行きたいと思います。クマモン体操ミュージックスタート。ん？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 もうちょっと大きくできますか？あ、ダメ、ね、あ、お姉さんの声の方が大きかったかな。すいません、ちょっとマイクをですね。あ、OK、最初のいいですか？ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、大丈夫ですかね。はい、じゃあ行きたいと思います。くまモン体操ミュージックスタート。せーの、よき、よき、よき、よかった。1、2、1、2、やられたのに、熊本九州の真ん中、おげそで、せーの、どっこい、どっこい、
約77カロリーカロリー消費しますね。たくさんありますけれどもですね、食べ過ぎちゃったなっていう時、おお。あらら。体操の時痩せるね。あらら。あらら、ライザップ、ライザップ。ライザップ。痩せてませんけどね、クマ。痩せてませんけど。え、コメクもちゃんと。メタボ、メタボ。ねえ。はい、ぜひですね、ちょっと食べ過ぎちゃったなっていう時は、ハートもらうと嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、くまモンありがとうございました。この後、くまモンにはですね、こちらお惣菜の販売コーナーと試食コーナーですね、ここでお手伝いをしてもらえるということで、で、時間が来るまでですね、手伝ってもらいますので、皆さんどうぞくまモンと触れ合ってください。ありがとうございました。